こんにちは、ブルホスです。いつもね、バイオハザード4やっていきましょう。名シーンからのスタートですね。Put your hands where I can see them. Sorry, following a lady's lead just isn't my style. でも、アゲラさんっていうね、いいよね、このやりとりね。再会の仕方がもう本当かっこよすぎるよ、ね、このバイオハザード4。僕はなんか、シーンのクライマックスっていう感じがするもんね。チャプター3までやってきちゃいましたね。ここどうなんだろうな。チャプター的にはそんなに長くなかった気もするけど、なんか使い回し感があるよね、ここに関してはね。オリジナルストーリーっていう感じはしないかなという気は個人的にはするんだけど、うん、あとね、このサングラスってどういう仕組みになってるんだろうな。最後ピシャーってやるじゃん。あれってやっぱそのこういう衝撃が与えられたタイミングで、なんだろうな、そのかけてる人に危険が迫ってるからちょっと逃げるためのピシャーみたいな、そんな感じになるのかな。うん、そう、これこれだとしたらさ、あの意図してない時にさ、衝撃でバーンってなった時とかさ、結構危なかったりするのよ、みたいなそんな感じになりそうな気もするけど、うん、どうなんだろうな。まあそんなことはどうでもいいか。さて、相変わらずのなんかここにこれで出てくるなんかウェスカーすごい偉そうなんだけどさ、なんか若干見た目が小物感がすごいよね。あんだけかっこいいキャラの方なんだけど、一番好きなんだけどな、ウェスカーかな。あとなんかすごい、なんだろうな、やっぱりなんかカクカク、カクカクじゃないや、なんか画像が若干荒いよね、絵だ辺の。慌てて作ったのかな、どうなんだ、よくわかんないけどね。Leon. さて、じゃあムービー入って、あ、じゃあムービー入ってきて、ムービーが終わったんだよ。終わったから、じゃあ早速ね、やっていきましょうか。うん。ということで、火薬付き棒、あー、そっか、ここでついにあれだ、手に入るんだ。棒が、一番強い武器なんじゃないか。で、あの大事に大事に、その一発一発がちょっともったいないから、なんかね、あの最後までさ、あんまり使わないまま終わるみたいな、そんな感じがするけどいやいや、そんなことはない、そんなことはない、うん、さてと、これを購入するにあたってちょっと整理タイム、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、これでスペースは空いたよね。あ、まだ。あ、オッケーオッケー。とりあえずじゃあこれでいいか。アイテム整理はまあ後ほど、まあちょっとだけしとくか。ごめんなさい、ちょっと待ってね。まあ、こういうね、あの、バイオ4のね、うん。醍醐味の一つはね、こういうアイテム整理だからね。そうそうそう。ということで。ああ、わざわざご丁寧にムービーが、はい。ここはでもとりあえず抜けたらいいのかな。でも抜けるっていうかさ、ここまでわざわざさ逃げてったけどさ、また同じところに戻るというね、こう謎し、いってー、飛んでくるんかい、びっくりしたわ今早速やらかしたな。もう一体も、ほい、てや、なんかあのすげえどうでもいいんだけどさ、なんか、あー、めんどくせえ、うにゃうにゃしやがった、どうしよっかな、ちょっと地味に嫌なんだよね。じゃあこっちに行って、まあ帰ってきて宝箱、ほい、てや、いつ来てあいつが来てもいいよね、こっち向き、こっち向き、え、これ切れてる、切れてる、切れてない、お前もかい、え、あ、あらー、またこういうことほんとしょっちゅうよく起こるよね。わーめんどくせー、え、あ、ムービーは2度起こるということで、はいそんなことはどうでもいい。くっそ、またアイテム整理のところからか、パワッとちょっとさせたり、パワッと、うん。
ちょい待って、ちょい待って。No, yes. そうだ、ね、そうだ、物売ってたから。忘れてた、忘れてた。Is that a... What are you buying? よっしゃ。よっしゃ。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。なんかね、今ね、あの、平日もさ、朝5時からジムとか行き始めて、こう前ジム通ってた頃よりも、あの、ジムに行く頻度自体は増えてるんですよ。時間、1回あたりのね、時間は減ってるんだけど、でもその分ね、その濃縮された時間の中でね、思いっきりグワーってやってるもんだから、結構大変でして、だからね、寝る時間がね、あの、必然的に早くなっちゃってるっていうね、だから嫁さんが一人で、僕が普段、娘ちゃんが8時から9時くらいの間にまあ大体寝てくれるんだけど、その後にね、まあ、嫁さんとまあ大体2人で、お互い何か会話をするわけでもなく、ぼーっとね、ゲームしたりとかね、したりするんですけど、まあ、その後にその、まあ、嫁さんが先に11時とかそのくらい寝て、で僕がまあ12時から1時くらいの間に寝るみたいな生活をしてたんですよね、これまでっていうのは。これまあジム通い始めてから僕が大体ね9時から10時くらいの間に、ね、力尽きるっていうのがね、ちょっとねもう常になっちゃって、嫁さん一人でなんかね寂しそうにこう言ってて、なんかそれをねなんかねちょっとね、いや あなたが寝てるから私で一人でコーヒー飲んでるねって言われると、なんかすごい申し訳ない気分になるよね。だからお互いなんか会話があるわけじゃないんだけど、お互いがお互いにその好きなことやりつつ一緒の空間にいるっていうことがすごい大事だなってめちゃめちゃ思ったわけですよね。なんだよ結局寂しがりやれるかよとかって思うけど、まあでも確かに僕もなんかなんか嫁と喋るってわけじゃないけど、でもなんかね嫁さんと一緒に何かをやってる、やってないけど一緒にいるっていう空間はすごい。あれ、もうさっきそれじゃなかったやん、成長した。なるほど、一回俺が死んでる間にこいつ成長したな。なるほどな。はい、あー戦利品がマシンピストルか、あんまり美味しくはなかった。あ、まあでもなんか3000パーツもらえたからいいか。いや、ね、さっきからね、あそこからね、ウェイウェイウェイ飛ばしてくるやつがいるんで、あぶね。キーキー、あ、なんか下にもいるね。下にもいるけど、あいつはでもまあここら辺で、うん、ね、そうだからね、やっぱ人ってね寂しがりやない生き物だからさ、誰かと一緒にいるっていうことが大事なんだよね。うん、それを一緒に過ごすかどうか。だからさ、なんか最近多いじゃん、最近っていうかまあまあここもう10年くらいで多いと思うけど、なんか一緒にさ食事に行ってもさ、食事をさ食べる前とさ食べた後だってさ、スマホをずーっとさぼーっといじってさ、特に会話するわけでもなくっていう、なんかその集団とかいるじゃないですか、カップルにしろ、なんだろう、プロにしろさ、なんか女子高生のなんか4人組とかにしろさ、特に会話するわけでもなくお互いいじってるけど、でも一緒の空間でレストランにはいる、マクドにいるとかそういうの多いけど、やっぱりそれっていうのは何か一緒にしようってわけじゃないけど、なんだかんだでね、人と一緒にいることっていうのが、当たってなかったよね今たまね、人と一緒にいる時間が尊いからっていうことなんだろうなと、まあ、勝手に思ってます。やっぱり人は大切にしようちゅうこじゃな。うん、まあそんなこんなんで最近恋愛系、なんか走ってきてたよね、来てるに来てる、恋愛相談もね受けることになる。あれちょっと待って、弾今装填したけど20になってるってこと、動画来てたけど、あ、ついにハンドガン弾切れたね、これ。最近ね恋愛相談をね受けるんですけどね、やっぱりね、なんかそろそろ、まあ、年齢的にも結婚を考えなきゃいけない子からの恋愛相談を受けたんですが、本当にねこの人と結婚していいのっていうねご相談なんですよね。まあ、それは切なる願いだわなって思うんですよね。でもね、思ったのが、そのこの人と結婚していいのかなって、その多分ね当たりの人はいないんですよ、初めから結婚するにあたっての。うん、誰と結婚するにしても多分ね、この人と結婚したらよかったって思えるって、その結婚をする時点で分かってるかどうかじゃなくて、結
婚してみて初めてその人との結婚が正解だったと言えるように自分がそういう生活を送ることができるかどうかっていうここなんだと思うよね。だから僕がそう思ったというかそのなるほどなって思ったのが星の王子様の解説をしている中田敦彦さん、あっちゃんね、あっちゃんが解説しているその星の王子様があったんですけど、その、まあ、あっちゃん自身が結婚をするってなった時にその今そのね結婚する人っていうのが果たしてその人と結婚して幸せになれるのかとか幸せにすることができるのかとかっていうそこに悩んだんですよ。その結婚記者会見芸能人だって発表しなきゃいけないっていう時に、その時にそのでも確かにこの人のことは好きだけどでも本当にこのままでいいのかっていう葛藤もある。ただその時に星の王子様を読んで気づいたのが今この人と結婚することが果たしていいことだったのかどうかっていうのは正直わからないと。ただ結婚をしてこの人と生活をしていく上でその人のことを大事に大事に、一緒に、ね、関わっていくことでこの人が僕の運命の人だったんだ、大切な人だったんだというふうに気づく、そんな日が来るようにするためにやっぱり自分はこの人と結婚するんだっていうことを解説されてて、なるほどなと思って、うん、僕も確かにその今の嫁さんと結婚するってなった時に、まあそれはね日々いろんな女性と関わってるわけだから、まあ、そのお付き合いっていう意味ではもうね大学の頃から今の嫁さんとしかずっとしてなかったんですけど、でも結局ね、まあ、付き合ってたからっていうのもあるかもしれないけど、うん、嫁さんとねいろいろと関わってるけど他のことだったら他の子だったらなんかねなんかやり取りが、うん、いまいち、それは嫁さんとね付き合ってる上でも腹立つことなんかしょっちゅうあるよ、腹立つことなんかしょっちゅうあるし、何やねんボケとかって思うこともたくさんあるけど、でもやっぱりなんだかんだね自然体に過ごすことができるっていうのがやっぱ嫁さんっていう感じだったんですね。やべ、うん、っていうことを考えたらなんだかんだねやっぱりねまあ、今がその、ね、僕が死ぬ瞬間にこの人と結婚してよかったなって思えるかどうかっていうのがまあ一番重要なポイントになってくるとは思うんですけど、今のところは嫁さんとね結婚してよかったかなと思ってね、まあだから不安に思うことも特になかったけど、はい、いらっしゃいませ。ディア、思うこととかね別に今の嫁さんと結婚するにあたって特にあったわけじゃないけど、でも万が一違ったらどうしようっていうね、結婚してねなんかイライラするようなこととかあったらまあどうしようかなっていうようなことは確かにあった。でもそれって結局自分がこの人とどう接していくか次第っていうところだから、もうそこは自分一人で見つけられない幸せ、で逆に相手が相手だけじゃ見つけられない幸せっていうのを二人で見つけていこうよみたいな、そんな感じでまあ結婚を決めましたというそんなですね。だからまあその子もねもう間もなく、まだ今は嫁さんと違うな、29になる年かな、29になる年なんで、まあ、まあ今の時代ね30代で結婚するとかっていうのもまあありえるんですけど、やっぱりその結婚できる確率とかねっていうものでいったら経済学的には女性のピークって25から30らしいんですよ。で30過ぎるとちょっとそれがしんどくなってきて、あれあれ死んでねえのかごめん、30過ぎるとちょっとしんどくなってきて、で35を過ぎるとまあ経済学的にはもう全く需要がなくなってってしまう、全くというかまあまああからさまに需要がなくなるっていう感じかな。まあ、男性は30から35がピークらしくって、で35から夜やかに下がっていって、で40を過ぎるとその女性の35を過ぎた時のピークの下がり方以上に一気にガッと下がるという、まあ、恐ろしい推移のなんかグラフがあるんで、まあ、だから男の人はね結婚するってなったら40までに初婚、まあ、その初婚の場合ね、
2回目3回目の結婚はその年齢にあまり関係ないし、あむしろそのなんか経験を重ねているっていう意味で、そのバツイチ同士とかたら、まあ、なんか結婚しやすくなるみたいな、そんな、ね、ことはあるらしいんですけど、ちょっと待って、これさ、今エイダさ開かないわって言ったけどさ、それを開けたアシュリー何者、うん、しかもさ、これなんかいろいろ撮ったけど、それを戻る時って、まあ、戻った時にまたなんかマグナムとかあるあったじゃないですか、あれ誰が仕込んだのってなるよね。え、誰が仕込んだのやばい、バイオ4の七不思議がいろいろできてるぞ。こっちは特に誰もいたねー、いたねー、よし、おりゃー、ふい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 、ケイ、おやすみ。これでまた武士出てきたらめんどくさいけど、ね、大丈夫、体力高っ、ああ倒す必要あんのかな、倒しても戦利品とかなんかしょぼそうだもんね。まあでもやっぱり、いやこいつの生態がいまいちよくわかんない、よしフルご褒美プレイ。エイダさんのあの背中の紐をねスッとやっても、首にかかってる紐かスッてやってあげたら、その時点でなんかね、あら飛んだいたずらをしてくれるのねとか言いながら、なんか全部ポロンって出してくれそうな気がするさてさてな、ああちょっと待って、全然進めることができないうちにもう20分近く経ってるよ。あー、じゃあどうしようかな、こっちから行くよりもあの食堂の方面から戻っていこうと思いますんで、まあ、要は来た道戻ってねやるということで進めていこうと思うから、ここのアイテム回収して、でさっきのなんかサロンみたいなあのベッドがあったところのところで一旦ね、終了とさせてもらおうかなと思うけど、あのベッド誰が寝てるの、サラザール、あんな開放的な、なんかどっちかというと南の島っぽい感じのなんか空間だよね。あそこなんかでもさ、今の季節までだったらまだなんとかいいけどさ、冬とかめちゃめちゃ寒そうだよね。あんなとこでね、ほんと悪趣味だよね、お前のなんだっけ、お前の性格の悪さがにじみ出ているようだぜって、なんかレオンとか言ってたけど、まさにその通りっていう感じだよね。じゃあ、ちょっと弾をで、なんかある、特になさそうだね。でもアイテム売ってもな、今別に買うものもないしな、大丈夫かな。じゃあこの程度で、はい、じゃあ一旦ね、あのさっきのそのベッドのところに戻って、本パートはね終了とさせてもらえたらと思います。ということで走って戻っていく。いやー、ゴールデンウィークも終わっちゃったからね、本当にね、やだな、長期休暇楽しいんだけどな。長期休暇ってさ、毎日が楽しいけどさ、半分を過ぎてきたあたりからさ、なんかさ、あーもう仕事が近づいてきてるっていうのは、仕事が再開したらもうなんかもうさ、恐ろしく絶望を覚えるよね。まあそんな同じ気分共感いただけた方に関しては、ぜひねチャンネル登録ボタン、グッドボタン、次回も頑張れっていうね応援の言葉をね投げかけていただけたら、もう心から嬉しいです。ということでね、本日も動画以上でございます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。